まあ、40代になっても50代になっても20代の女性を求める男性が多いのは、これは仕方がないことかなと思うんですよ。で、そういうふうに年の瀬恋愛を求める人に、ちょっと同じ男性としてね、メッセージが送りたいのは、第一段階として20代女性との関わりを日々たくさん持ってますかってことなんですよ。20代女性との関わりがほぼゼロなのに、年の瀬恋愛したいって言っても、それはね、ロケットもないのに宇宙旅行がしたいって言ってるのと同じくらい、ちょっとまあ無理なことなんじゃないかなと思うんですよ。まあそれ以上に、女性に気に入られるような自分が自分一人の時に作れていますかってことも、まあ一つ大きな問題かなと思うんですよね。まあつまりは、年の瀬恋愛がうまくいかないとかね、恋愛そのものがうまくいかないっていうのは、社会がそういうふうにさしてるわけでもなくって、時代がそうしてるわけでもなくって、自分を選んでくれない女性の責任でもないと思うんですよ。自分の一歩がどこを向いているのかから始めてみるといいと思うんです。恋愛は何もね、昔は簡単だったって、そんな単純なもんじゃないと思うんですよ。いつの時代も恋愛や結婚、ましてや年の差恋愛なんかにはね、本当にね、神経の髄まですり減らしながら男女とも全力で向かい合ったと思うんですよ。まあその末に、まあうまくいかないこともありますしね。だから最も自分の本来の力が試されるのが恋愛や結婚であり、まあその中でも最も難しいのは年の差恋愛。そうやった価値観や時代の違った人とどういうふうに思いを共有させていくかってことなんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうかね。